はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。まずはドリームコイン G1 でガシャ、そしてその後でごく黒い桜住宅街の星コンプリートやっていきたいと思います。さあ来い来い来い、パスが来てほしいよね。超当たり来ました。おっと、激辛ボーイ来るか、今ここで激辛ボーイ来るかねっていう感じしますけども、まあ大当たりよりはいいでしょう。ドリームチャージはショーです。さあそれではごく黒い桜住宅街の星集めやっていきます。そしてミッションやっていきます。豪傑族で最大ダメージ5000、こちらやっていきます。ご褒美は小必殺の秘伝書です。豪傑で5000っていうとね、まあ、そんなに難しくはないと思うんですが、今回久しぶりにプラチナ鬼使っていきましょうか。今回使っている妖怪紹介しておきます。プラチナ鬼 SS ランク、豪傑族ですね。技レベル3で攻撃力アップ86ポイント。そして山吹鬼、こちらはレジェンド妖怪ですね。技レベル3です。そしてガチニャン S ランク、そして青鬼単体攻撃非常に強力ですね。そして最後は黒いコマさん S ランク、自分が消えるほど回復。さあこれでいったでしょう。5200いきましたね。そして青鬼が、おお6500、やっぱり青鬼が一番強力だよね。さあ 206Y マネ、さあ報酬いただきます。必殺の秘伝書ゲットです。これは嬉しいよね。さあそれでは星のミッションやっていきましょう。今日はコンプリートまで突っ走ろうと思います。さあ行くぜ。今回はこんなメンバーで挑戦しています。とにかくコンボをたくさん出したいので、 KK ブラザーズでコンボ狙いで、そしてちょっとねあまり強い妖怪だとすぐに倒してしまうので、今回ウラキュンタ、ナツキ、そしてセーラニャン回復入れてます。さあこれでどうでしょうか。さあ KK ブラザーズ、さあコンボの方は26、27行きましたね。さあもうどんどん行きましょう。さあフィーバータイムに入りました。さあ回復です。さあ夏木溜まりましたね。ウラキュンタの夏木がね意外と使えるんだよね。さあセーラニャン、セーラニャンもね A ランク回復量結構あります。さあ KK ブラザーズ、 KK ブラザーズはね何気に使いやすい、結構ねこの星のミッション系では使えますね。違う国同士だけどつなげれるので非常にコンボも出しやすいです。コンボも出しやすいし、長いプニもつなげやすい、そしてデカプニも作りやすいと、結構万能に使えますね。さあフィーバータイム入りました。コンボはすでにもう79、80までいきました。さあ KK ブラザーズ回復します。さあデカプニ作ります。そして卵の黄身、これでいったかな。卵の黄身がね何気に強いです。さあフィニッシュです。おっとここは何も落ちず。さあ星はゲットです。次は HP55% 以上でクリア、そして消した妖怪プニ数380以上ということで激ムズです。
今回使っている妖怪紹介しておきましょう。 S ランクのオイラン武器民族で今技レベル5です。 HP 回復、回復量は399。新オバーポカポカ族で今技レベル3ですね。 HP 回復、回復量は299です。 SS ランクのオビナニャ、全妖怪プニを消す、自分が消えるほど回復。不死身御前武器民族、技レベル4ですね。 HP 回復、回復量は366です。聖オカン A ランクポカポカ族で今技レベル5ですね。 HP 回復、回復量は366。今回も回復系、もうすべて回復系でいきましょう。そして僕の持っている中でベストメンバーの回復系の妖怪を集めました。とにかくね、 HP55% 以上なんでもう回復系しかないでしょう。そして消したプニ数を稼ぐために全消しの回復オビナニャンを入れてみました。これならね、比較的簡単にいけるんじゃないかと思います。とは言ってもこのステージ難しいけどね。とにかく敵が強い。あーやばいな、247。あーってやられた、マジか。これは厳しいね。若干妖怪変更していきます。ちょっとね、オビナニャンが回復量が少ないっていうね感じがあったので、ちょっと変更してみました。さあこれでいきましょう。ちょっとね、長期戦にはなるかと思うんだけど、まあ長期戦になれば消したプニ数の380、こちらは問題なくいけるでしょう。あとは HP55% 以上がね、なんとか後半でなんとか盛り返していけるかなという感じですけども、もうこればっかりはやってみなければ分かりません。さあもうこの黒い妖怪ウォッチイベントも残りわずかとなりましたね。ということはもう春休みももうすぐ終わりということで、次のイベントがね気になるよね。多分ね、今週末までなんで、木曜日あたりに何かデータ更新のメンテナンスのね案内が来るんじゃないかと思っていますけども、さあ何が来るんだろう。ローテーション的にはレースイベントとかね、争奪戦あたりが来そうですよね。まあ、もしくはできればね、もうこのローテーションはやめて何か新しいイベントをねやってほしいよね。まあ、かといってね、あの正月の時のあの横取りチケット制のね、あの武道会、あれもちょっと殺伐とした雰囲気でちょっとね厳しかったんで。もしくは追加マップが来るかもしれないよね。そろそろ最近来てないので追加マップあってもいいのかなという気はしますけども、ただね、まあ映画ももうイベントあったし、あのアニメの方の本編も特に進んでいないので、追加マップといっても何が来るのかちょっと想像できませんけども、もしくはあれですね、妖怪ウォッチ3のバージョンアップ来ますよね。データの更新、無料更新ですね。なのでそのあたりとのコラボ、そうだな、次は多分コラボ系が来そうだよね。まあ何のコラボが来るのか、その妖怪ウォッチ3のバージョンアップコラボが来るのか、もしくは全然関係ないキャラクターのね、あの前にあったサンデーコラボみたいなのが来るのか。コラボ系のイベントって結構楽しいイベントが多いのでいいかなと思います。そしてコラボ系のイベントの時はなんか、まあそのコラボのね新キャラ、まあ昔名探偵コナンとのコニャン来ましたけども、新キャラ、もしくはあと報酬もね結構いいですよね。なので、まあ、僕としてはねコラボ系のイベントが来てくれたら非常に嬉しいかなと思います。さあ HP55% 以上、そろそろ回復で上げていきたいけどなかなか上がらない。敵が強いからね。さあ敵が1体になったので、こっ
から盛り返していきましょうか。やはり3体ステージ3体いるとね、なかなか攻撃が激しくて HP がね下がってきてしまいますが、今回こちらも5体全て回復系ということで、こっから盛り返していきたいと思います。消したプニ数はもうさすがに380はいったでしょう。400以上感覚的にはいってる感じしますけども、皆さんもこの黒い住宅街の星コンプリートしましたでしょうか。だから作戦としてはね、今日この黒い住宅街の星コンプリートして、あ、そうだな、まだあの黒い地下水道の星がコンプリートできていない、それをやらないといけないよね。まあ残りまだイベント時間があるので、黒い地下水道のね星コンプリートも狙っていきたいと思います。ただね、非常に難しい。黒い地下水道は普通に難しいからな、普通にやられるよね。さあ回復、さあほぼマックスいきましたね。やってみれば意外と後半 HP 余裕が出てきました。さああとは倒すのみですけども、逆にアタッカーがいないのでなかなか倒せないという、もう1回ぐらいフィーバータイムいきそうな感じしますね。今週はそうですね、あとその次のイベントもしくは追加マップに備えて Y マネーもねちょっと貯めておきたいなと思います。最近のあのプニプニはイベント始まるとだいたい特殊能力持ちのね妖怪ガチャ追加きます。そしてそうですね、最近またガチャの入れ替えもないので、もしかしたらこの4月からガチャの大きな入れ替えあるかもしれませんね。まあ、ただのねガチャの入れ替えだったらいいんだけど、あのドリームルーレットガチャの時のように値上げはやめてほしいよね。でも値上げありそうだな。さあ倒しました。おっと、ここは何も落ちない。さあ星はコンプリートです。さあこれで黒い桜住宅街の星は全てゲットしました。さあミッションの報酬いただきましょう。コンプリートです。おお、これは嬉しいよね。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。